タムガリはカザフスタンのアルマトイ州にある峡国である。最大都市アルマトイからは北西に約180キロメートルのところにある。一帯には紀元前14世紀以降に描かれた5000点に上る岩江群が残されており、周辺に残る住居跡や祭祀場跡と推測されている遺跡群と共に中央アジアにおける結出した文化的景観を形成している。 2004年には中央アジアに残る岩江軍の中で初めてユネスコの世界遺産リストに登録された。タムガリの岩江軍は48の遺跡地域に分けられているが、5000点を超える岩江軍の約6割はそのうち5つの遺跡地域に集中している。岩江はいずれも金属機や石器で岩の表面を傷つけて戦国描画したもので洞窟壁画と異なり、 露天の岩面に残されている。岩江群の中で最も古いものは、紀元前14世紀後半頃のものと考えられており、動物や人物像のほか、神格化された太陽の顔がいくつも描かれている。その太陽像の芸術性は高く評価されている。その後、牧畜生活が始まった後に描かれたと考えられているものは、中央アジアの遊牧民が残した他の岩江群とも、 に通っている。紀元前後をまたぐ時期になると、祝いの多様性が顕著になるが、これは一体で暮らす遊牧民が多様化し、それぞれに独自の祝いを作成するようになっていたことと関係がある。当時暮らしていた遊牧民は、ウソンサカフン族などである。その後、中世には、トュルクによって政治的象徴性の強い祝いが描かれるようになるが、 モンゴル帝国の精神以降、衰退する。再び岩絵が描かれるようになったのは芸術として再評価されるようになった19世紀以降のことである。考古遺跡としての調査は1957年に始まった。このため、世界遺産登録地には一部20世紀の岩絵も含まれている。世界遺産登録対象には寒さを防ぐために南向きに作られた石像の 住居跡や墓所の遺跡がある。墓所は時代によって石囲いから墳墓,墓に変化していった様子を読み取ることができる。また、そうした石像建造物の資材を切り出したと考えられる石切り場跡も見つかっている。このほか峡谷の中心部には住居跡がない代わりに、岩屋軍の密集した区画があり、祭礼上の意味があったと考えられている。 中央アジアには岩江軍が多くあり、中には規模などの点でタムガリーに匹敵するものもある。しかし、規模と研究の進展度という二つの面から見た場合にはタムガリーは明らかに結出した価値を持つ。また、タムガリーの推薦が検討されていた時点では中央アジアの岩江で世界遺産になっているものはなかった。2004年3月の時点でアイコモスは タムガリの文化的景観が登録基準に該当することを認めたほか、初期の祝いに見られる太陽像の芸術性の高さが基準に該当することを示唆していた。また、然るべき証拠が追加提示された場合、基準などにも該当する可能性が示されていた。ただし、アイコモスが勧告書をまとめた時点では保護計画が不十分だったため、情報紹介を勧告した。 この後、同年7月に中国の蘇州で開催された第28回世界遺産委員会では保護計画などに関する勧告を併記しつつ基準のみを適用する形で世界遺産への登録が認められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。タムガリの祝いと関連遺跡群は中央アジアの遊牧民生活の変遷をたどる。 上での貴重な証言となっている点などが評価された。ありがとうございます。